どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。シャンピック、頭大丈夫？頭大丈夫って違うよ。頭痛いんでしょ。大丈夫です。頭大丈夫って意味違いになっちゃったね、今。頭悪いっすよ。ねえ、ちょっとかっこいい車が。かっこいいっすね。何か知ってる？これ。え、これっすか？知ってる？あれは、カプチーノっすか？え？何か知ってる？これ。わかんないですよ。ロードスターです。ロードスターですか。シャッペ君、車知ってんの本当に？いや全然知らんし、僕全然車分からん軽トラぐらいしか分からんもんね。きっとさ、こういう車乗ってると爽やかで、ほらイケメンのお兄さんが乗ってるような感じがする。サラサラヘアの、サラサラヘア、黒とサラサラのヘアでさ、ちょっとこんな感じのこんな感じのお兄さんが乗ってると思うんだけどさ、はい、ちょっとオーナーさん来てもらおうか。そうですね。オーナーさん、オーナーさん、オーナーさん、こんにちは。いや、あのロードスターのオーナーさん。オーナーさん。あれ、あれ、あ、違うんですか。え、ちょっと体が大きく、はい、大きく。え、足なんて見てくださいよ。うわあ、足、怪獣履いてる、怪獣。怪獣。え、ちょっと。え、これ乗ってるの？はい、そうです。狭くない？ちょうどぴったり。ぴったり。ピタッと。ピタッと。コペンだと。ダメです。ダメなんだ。オーナーさん、はい、ちょっと軽く紹介してください。これ何、現行ですか？はい、現行の NC のロードスターの、はい、え、僕のは1型なんですけど。1型、はい、NC1 なんですけど、前期、はい、後期の顔にして、はい、社外のエアロもついでに。これどっから、こっからがエアロ？はい、そうです。え、ごっそりエアロなの、これ？そうです。高そう。取ったら何もなくなります。取ったら何もない。事故車取ったら、取ったら事故車ですね。事故車完全に。いや、でもこっからだもんね、うん、すごい。ひさっぴくん、これ鹿突っ込んだらやばいっすよ。鹿突っ込んだら鹿はひさっぴくんじゃん、見つかったのは。これヘッドライトも変えたの？ヘッドライトも変えてます。ポン付け、ポンポンってつくの？一応つきます。一応つくって、一応ネジが3本ぐらいないかもしれない。え、まず、え、これどこの？オートエグゼっていう。オートエグゼ、松田系の。ほらピップカーと違うわね。危うくまた俺ジャンクションプロデュースかよ。オートエグゼ。ケーブルレークじゃないですか。ケーブルレークじゃないって。ケーブルレーク。ね、これなんかおかしいね、ここ。はい、こういう埋め込みで。え、穴塞いじゃってもいいのこれ？なんもないっす、この後ろは。あ、ラジエーターはちゃんと穴あるんだ、これ。はい、え、何これ？これ何？これ何？ラッパがついてる。マフラー。あの、エアクリーナーボックスにフレッシュエア入れてます。こっから上に上がって。ほんとだ。これ自作？自作です。 DIY です。 DIY やるね。かっこいいね。でもこれかっこいいですね。かっこいいね、なんか。おお、あとはなんかフロント、これ何のフォグ？ワイトのフォグに、8の、はい、RX8 のフォグに、あとフィルム貼ってつけてます。うまいことやったね。これも DIY です。え、これ DIY なの？え、あ、このここは、この塞いだのは、あの板金屋さん。そこは DIY ってかっこよかったね。そうですね。そこは DIY 良かったのに。それちょっとできない。あ、これ DIY なんでみたいな。軽くちょちょいとやっちゃいましたみたいな。それダメ。ほら、板金屋に、俺がやったんだしって言われるよ。え、なんかオーバーフェンダーみたいな、これ。そう、本当っすよね。かっこいいね、これ。こういうものなんでね。いい感じに面が出て。ホイールは？ホイールは中華ですね。中国です。中華、はい、中華、メイドイン中華。さっき食べたね、中華。さっき食べましたね、中華人が作った。はい、やばいな。ちょっと重たいです。え、これ狙ってこんなツラツラしたの？そうです。あ、スペーサーは入ってますけど。あ、スペーサー入ってるんだ。あ、はい、あ、本当だ。ワイトレにスペーサー？いや、ワイトレは入ってないです。これワイトレじゃない？あ、違うわこれ。うわ、また知ったか言った。ほら、知ったか言った。もう知ったかばっかよ。俺もうええかや。じゃあちょっと、あ、何これ、さっき分からんかったけどさ、はい、よく見ると色がマジョーラ。マジョーラ。さっき俺なんか全然分からんかった。さっき曇っとったもんね。曇っとったっす。光に当たると分かるね。黒かなと思って。マジョーラっぽいってか、マジョーラか。マジョーラ。ウィングにウィング、ウィングダブルウィング、ダブルウィングっす。これどう聞く？は、ちょっとちょっとハートの問題。ハートの問題っす。え、でも聞きそうじゃない？こんだけやったら。そうですね、雰囲気もうプンプンっすよ。雰囲気プンプンだよね。ちょっとやぐいね、なんか。そうですね。え、これ高い？いや、高くないっす。いくら？これ、
フンガレージで、フンガレージ、フンガレージ6000円で、安っ。さっ、もうつけねえ、セルシオにつけますか。6000円で買えるよ。これトムスだよ、これトムスって。嘘つけってね。閉めんなよって書いてあるよ。閉めんなよ。閉めちゃかんよ。もう開けっぱだよ。開けっぱ。心もらってくよ、もうなんなら。閉めんなよ、だって。何これ、こんなの売ってるの。これは、そのロドさん乗ってる人が作ったやつ。あ、作ったの、はい、へえ。マフラーなんか、はい、これこういうものなの、はい、こういうマフラーなの。マフラーはこういうマフラーです。どこのマフラー。これは、フジツボのだと思った。ーバーバリーじゃないですか。バーバリーバーバリーじゃないですか。バーバリー服じゃない、それ、はい、服じゃない。バーバリーのマフラー。あ頭やって、とうとう頭おかしくなったから。え、これ、なんだっけ。もうあれ、わからんくなって。富士壺、富士壺、富士壺、ちょっと聞こうよ。はい、聞いていい。はい、スタート。音いいやん、これ。ウィンゲー、やっときましたよ。ウィンゲー、出る。やっときましたよ。やばい、これ。やばいっすよ。え、めっちゃいい、これ。ビビビビッと、ビビビッと来た、今。ビビビッと。これマイクじゃ伝わらんから、残念だよね。マイクで弾くこととほら、実質に弾くこと違うからさ、やっぱちょっと違うっすね。ちょっと違う。うわ、これは生で聴いた方がいいわ。いいっす。ウィンゲー、ウィンゲー。なんでこんな音がするの、すごいね。しかもそうっすね、やっぱ駅マニが。あ、何、駅前にも変えてんの。駅前に変えてるって。変えてる。音入るのかな、これ。入ります。邪魔されたね。やられちゃった。駅前に変えちゃった。え、駅前に中間は、中間、中間は車体をさらに加工してストレート、ただのパイプにしちゃった。ワンオフ、そこはワンオフ。自作ワンオフ、はい、うわ、やるね。そりゃ音いいわ。いいっすよね。駅前に変わると音変わるよね、やっぱり。全然駅前にで一気に変わったんで、やるか。セルシオモイスタッピの、やりますか。チタン、チタン、チタンやったら、チタンやったらやばいね。やばいっす。車が高いんだか、マフラーが高いんだか、わからなくなってくる。わけわからない。やばい。あとね、内装が今乗ってかっこいい。内装っすか。内装ちょっといよいよやべえ、マジ、はい、メーターパネルだよ、俺。かっこいいね、これ。うわー、これはいいや。セカンドカーにどうすか。こりゃいいや。サードカー、あ、これ貼ってある。自作、自作。めっちゃいい。なんかシンプルなんだね、内装。そうですね。メーターがかっこいい、これ。ハンドルナルディ、もう偽物っすか。偽物、偽物。そこ本物っていうよ。それ僕に押すとちょっとふにゃっとしちゃう。え、しない。あの、あ、お前、あの人割れる、多分割れる。なに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 、ちょっとびっくりするって。すごい面白い、この車。閉めると狭そうだね。髪の毛が長いと当たります。髪の毛が長いと。俺長くないから大丈夫だ。これは乗らなきゃ損でしょ。損ですね。乗らなきゃ損でしょ。そうですね。いいですか。はい、お願いします。ドリフトしますね。しないし。キャーとか言ってガシャーンとか言って。名残がちょっとあるんで。俺じゃないよ。俺じゃないからね。じゃあリプレッションさせてもらいましょう。すいません、2回も、はい、じゃあもう一回行ってきまーす。もう分かったよ、俺。もう分かったよ。一発目は怖い、やっぱ。めっちゃいい音。これもう長いのって。はもう2年。2年、はい、そろそろ飽きた頃じゃない。
いやー僕初めて車2年も乗ってこれで、え、そうなの、はい、で僕気に入ってるんでずっと乗りますね。いいんだよ俺に安く売ってくれても。いやこれは本当最後まで乗るつもりです。これ低い車高、いや大丈夫です、低くはない、はい、入り口とかはダメですけどこういうとこは大丈夫です。意外と平気、全然平気ですね。やべえこの音、この音やべえ、鳥肌立つわ。あ、今度全然大丈夫です。本当に今ずっとよ今、あ、タイヤが、タイヤなのあれ、はい、もう欲しくなってきたこれ。まあいいね、次あのジムニーの後はこれ、めっちゃクイックだもんハンドル。やば、なにこれ、あの MR の車みたいな動きする。あフロント軽い、フロントあの50対50ですね。あこれ50-50なの、はい、すごいね、めっちゃいい音。フケがいいんだけどめっちゃ。なにこれ、フケはいいです、やばい、もう楽しい楽しい、話が楽しい楽しい。変な目見られるって、変な水跳ねるって、ほら車汚れちゃうって。え、彼女は、彼女います、これでドライブ、はい、うわやべ羨ましい。彼女もう興奮しない、そうでもない、いやそうでもないです、あそうでもない、あんま評判良くない、うーんって感じ、うーんって感じ。彼女も冷たいな、こんないい車乗ってんのに、ね、いやこれはいいわ、車重軽い、軽いです、まあ慣れんなこのクラッチが。合流します、あいいこれ、あんまり人に運転させない感じでしょう。あんまり人に運転させない感じでしょう。車か、うん、そうでもない、そうですね、別にしないですね、この人。いやこれやばいわ、なんたってね、なんか人の車って怖いわやっぱ。あー、わかる、僕はあんま乗らないんで。これ本当に7000回ってのもあるの、7000もあるの、やばね、人の車俺欲しくなるようなんだって、なんか、あ、新鮮な感じでしょ。そう、なんかね、乗るとあそうでもないなって感じになる。だって速いこの車、速い、軽快です。ロードスター舐めとった、しかも足回りめっちゃいい、ちょっと硬くしちゃったんで、この間のシーマより全然足あ、これ硬い方がいいですね、硬い方好き。到着、いや、やばいこれは、楽しい。これなんでつけちゃったの、ドリフトでもするの、サイドターンをするのします。えぇ、ほんとに、はい、やっちゃうの、はい、見かけによらずやることはやるね。もう、なんか意外と紳士的な、だって紳士が乗る車じゃない、こうなって、そうですかね、みんな乗ってますね。やばい、俺欲しくなったわ、おすすめっす。なんでこれみんなフナッシーつけてるの、フナッシー UFO キャッチャーで撮れたんで。じゃあロードスターを紹介いたしました、ありがとうございました、ありがとうございます。じゃあまたみんな応募してくださいっていうことです、バイバーイ。